どうも皆さんこんにちは、ビルトです。というわけで今回はですね、サバイバルゲームやっていきたいと思います。はい、というわけでね、サバイバルゲーム、これまたね、前回ぐらいもやったと思うんですけどね、面白いんですよ、やっぱこのゲーム。普通のね、まあハンガーゲームズみたいな感じですね。まあ、というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで今回もね、いつものキットを使っていきます。やっぱ最初は真ん中のチェスト取ってから逃げる方がいいのかな。いや、じゃあ今回は真ん中取んないでいきましょう。上行こう。で、チェストが、あ、はいはい、2個ある、2個ある。別にいらないな、これは。あ、向こうにもありますね。いや、とりあえず引いとこう、これは。仲直りという面でもね、これは引いといた方がね、絶対。僕から殴ったんだけど、まあ、彼も赤手も来ないでしょう。上取ろう。そう、皆さんね、あれ、プリンの、そう、いきなりね、やっぱ、人生においてプリンって食べるじゃないですか。プリンをいかにね、食べやすくするかっていう方法、皆さん知ってます？今回ね、その極秘映像をね、僕入手したので、これ見てください。マジビビります。それではどうぞ。わかりません。はい、というわけでね、プリンこのような感じで美味しく食べることができます。そして食べやすくね、食えます。はい、なので皆さんこれ真似してみてください。皆さん知らなかったでしょ、スプーンを使って食べる、これね、人類のね、勝ちだよね。もうやばい。あ、はい、というわけで、まあ、プリンの話をしてたらやられました。というわけで、もう一試合やっていきます。まあ、今回は真ん中のチェスト取ろう。よいしょ。特になんもないな。どうしよっかな。ここ狭いんだよね、ぶっちゃけこのマップ。何を取れるかなって感じですね。なんもないですね。閉じ込められましたね。はい。はい、なんか、あいつら、パコパコ殴り合ってね、なんかそういう系のプレイをしてますけど、僕はね、至って健全なので、そういうプレイはやらないです。はい。チェストがない。ガチでない、チェストが。まあ、多分あとちょっとでキットの武器が入るので、そしたらね、やりたいと思います、こいつら。痛えな。痛え、ガチで痛い。やばいってバカ、ガチでバカ。本当にバカだと思う。え、バカなの？本当にやめて。いいって来なくて、いちいち。俺もシェンロン出てくる、ほんと。いや、俺もシェンロン。誰だ、ドラゴンボール集めたやつ。ギャルのパンティー、オーケー。うわぁ、もう見たいもん。シェンの一撃を食らわせても俺はいいと思ってる、ぶっちゃけ。痛いな。痛いよ、マジで。バカじゃないの？いつまでついてくんだよ、このストーカー。マジで。道中で襲われた時はですね、この動きをします。ワンステップ、ツーステップ。この動きをすれば基本的に避けられます。完全にね。もう一回見せますね。いきます。ワンステップ、ツーステップ。はい、というわけでね、こんな状況で、告知なんですけど、僕 YouTube チャンネル始めたのでね、見てみてください。はい、そのね、一発目の動画はこれです。食べてきます。いただきます。やばい、硬い、ちょっと全部は食いきれん、口ちっちゃい。いきます、 YouTuber ひろっく。はい、これめちゃめちゃでかいでしょ。これ馬のチンコ食ってます。はい、
まあ、キュウリに見えるかと思うんですけど、馬のチンコ食ってますこれ。はい、ってことで皆さん見てください。 OK? 一人やり、トレンスだって。じゃあ飲んでいこうぜ。オッケー。え、死んだんだけど、ガチで言ってんの。はい、というわけで、謎のねダメージによって死にました。もう一試合やっていきます。まあ今回もこのマップか。このマップ嫌いなんだけど、まあ真ん中のチェスト取ろう。とりあえずで、これも取ってよいしょ。でね、なんかこのマップはチェストの場所がマジでわからん。どこにあんのって感じ。あったあったあった。で武器がない。安定の武器がない。完璧すぎる、完璧すぎる。あー、マジかマジか。お前待て。お、いいっていいっていい、そういうのいい。お前はマジでね、さっき許さんからな。オッケー、やれってやれってやれって、あいつやるよ。こういくやん。なるほどね、来てんのね。なんかやべえ、顔がやべえスキンに追われてる。待て待て待て。顔がやばい。お前、ね、チッチでそれ楽しいの？なんか、ロボットみたいな顔してって大丈夫？乳首も出てるし、コンプラ的にこれアウトなんだけど、普通に。YouTube の規制に引っかかっちゃう、これ。乳首はね、ダメなんですよね、YouTube。ちなみにね。よいしょ。まあ、一発食おう、とりあえず。で、一発殴りたい。OK、やったわ。どっかで釣り竿ゲットしたいってのが、マジで やばい。釣り竿欲が半端ない。今は性欲より釣り竿欲がね、半端ない。釣り竿見た瞬間行きそう、マジで。全然出ない。ガチ？釣り竿カモン。来ないね。安定の来ない。敵はどこにいるんだ？怖いな。いきなり出てきそう。ないんかい。このね、アワシってやつがね、さっき俺のことをやったやつなんで、ちょっと倒したいね。透過ポーションだって。特に透過になる必要はないんだよな。はい、というわけで、釣り竿をね、探して3年間経ちました。一向にまだ釣り竿見つかってません。はい。もうやめよっかな、このゲーム。そろそろ。多分、デスマッチ行った瞬間、ボコられる気がするんだよね、釣り竿ないと。これかな？ないな。ないよな、そりゃ。というわけでね、釣り竿なしでデスマッチ行くことになりました。最初の真ん中のチェストで取りたい。特に取れなかった。ということで、ね、謎にダイヤフルに追われてますけど、気にしないでいきたい。それは、いや、やばくない？それは。いや、無理だよね。なんでダイヤフルなん？しかもちなみにちなみになんでダイヤフルなん？はい、というわけで、今回はここら辺で終わりたいと思います。面白かったら、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。あと、ツイッターもやってるのでね、よかったらツイッターをね、概要欄から、リンクありますのでね、そこから飛んでみてください。フォローをね、ぜひぜひお願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。